頭皮の方に針をしてフェイスラインもかなり引き上がると思うので、一日ダンスです。すごい効果が出るってポイントです。噂のカンナの沖田です。小山です。はい、今日は初コンビですね。そうです ね、はい、珍しいコンビでやっていきたいと思うんですけど、今日は豊沢さんの頭皮の方に針をしてフェイスラインだったり、まあ、お顔をちょっとしっかり引き上げていきたいと思います。はいはいはい、はい、ちょっともう普段むくみとか、はい、そういうのもちょっと気になるということなので、はい、まあ、頭皮にこう針をするだけでもむくみだったり、でもフェイスラインもかなり引き上がると思うので、はい、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、はいはい、それではやっていきましょう。ではやっていきます。吉田さんに私針のするのも忘れないって、なんか一回、はい、来た時に、はいはい、ここが痛い治療してもらったことがあって、そうです、そうです。でもその時だけですね。だけですよね、はい、確かにそうでした。私も佐野さんが天然に来るのは、うん、珍しいですよね。そうですよね。めったにないですもんね。何ヶ月ぶりかな、うん、結構だいぶそうですよね。そう、組み合わせですが、奇妙な組み合わせなので撮影しといてください。奇妙って何ですか？奇妙って書いてありましたよ。奇妙の？奇妙？絶妙か。絶妙はもうちょっとあれですけど。どっちか。なんか書いてたんですよ。なんかどういうこと？と思って。本当ですね。それはどういうことだろう。奇妙か絶妙か。書いてたんですよね。書いてたんですよね。うん、あのスケジュールのところに。はいはいはい。そうそう。組み合わせではありますけど、言い方と思って。そうですね。面白い日常です。ですね。結構この頭皮を打つ針っていうのが、うん、結婚式前とかの、うん、花嫁さん、花嫁さん、花嫁さん、めっちゃ古い言い方。本当ですか？花嫁さんでいいですか？なんか何だろう、何があるかな。そうですか。女性、結婚式前の女性っていいですね。結婚前頭皮の針っていうのが、うん、結婚式前の本当に前日とかに、うん、やっぱりお顔に針をしてしまうと、もしかしたら内出血リスクっていうのが、まあ、あるじゃないですか。はい、なのでそれは絶対に避けたい、うん、せっかくのね、あの晴れ舞台なのに、うん、お顔にちょっとあざができちゃったらちょっと嫌じゃないですか。うん、そうですね。なのでそれはもう必ず絶対に避けたいので、もしできちゃったとしても全然わからない、うん、頭皮からこうやってあげるっていうことが多いですね。うん、頭皮がやっぱり硬くなってしまうと、はい、顔の全体のこのフェイスラインのたるみというか、うん、ドーンと下がってくるので、はい、頭皮ってかなり重要な、重要なんですよね。硬さを取ってあげるっていうのが、うん、私頭皮で引き上げるっていうのは初めて聞いて、はいはい、びっくりしました。本当ですか？はい、結構まあ自宅でできる頭皮マッサージとかもいろいろあると思うんですけど、はい、それするだけでフェイスラインって結構変わったりするんで、はい、めちゃめちゃおすすめです。人徳痛みますよね。なんかチクッとかになりないから、あ、そうですね、はい、あんまり感じにくい。チクッとか苦手な人もいいですね。そうですね、頭皮にもツボってあるんですね。そうなんですよ。頭皮にも本当にいっぱいツボはもう前から後ろまで、はい、もう横もめちゃめちゃたくさんあるんで、そうなんですね。まあ、ただ頭の、ね、筋肉っていうのもあるので、はい、筋肉なんですね。あ、はい、うん、なんでこの、まあ、側頭筋っていう筋肉が硬いとフェイスラインが落ちてくるし、へ、そうなんです。前頭筋が硬くなるとおでこにシワができちゃうしって感じなんで、はい、大事なんです。本当に大事ですね。そうなんです。だから頭皮の硬さってあんまり自分でなんか硬いとか、うん、自覚がないじゃないですか。です、頭凝ったわみたいな、わかんないです、ね、感覚ってそうないと思うんで、触ってみてもわからないです。そうなんです、比較するものがあんまりね、
そういう仕事、うん、その他の人の頭をマッサージしたり、うん、そういう仕事をされてたら多分ちょっと違いとか、うん、私ちょっと硬いのかなっていうのが分かると思うんですけど、うん、普段の生活、うん、そういうことに携わってない人っていうのは多分自分の頭、頭皮がね硬くなってるとかっていうのは全然分からないと思うので、はい、うん、一回まあ来てみて、硬さだったり自分がどういう状態なのかっていうのも、うん、まあ、分かるきっかけになると思うので。そうですよね、うん、そうなんです。これで10分ほど時間を置きますね。あ、うん、終わりなんです。ちょっとすごい今日は6本だけでやってます。ですね、少ないから。そうなんですよ。もうこれでね、ちょっとでも引き上がったら嬉しくないですか。うん、ですよね。すごい。そう、うん、頭皮だけでどのぐらい上がるのか、うん、このテーマが初めての動画だと思うので、うんうん、ちょっと私も楽しみです本当はね、もっと顔中に、顔中というか上田式の美容師の気分もお顔の方にもそれも打っていく形になるので、さらに、まあ、効果の方は高いんですけど、うん、今日はちょっと頭皮だけで、はい、やっていきますね。それでは10分経ったので抜いていきます。はい、はい、からの軽く頭皮のマッサージをしていきます。はい、はい、皆さん、他を自分でセルフケアをするときはまず耳周り、耳をほぐしてあげるとすごい効果が出るので、ここポイントです。耳を掴んで前回しと後ろ回し、まあ、5回程度ずつで大丈夫なので、やってからお顔だったり頭皮マッサージしてあげてください。頭皮マッサージってされるの気持ちいいですよね。めちゃめちゃ気持ちいいですね。ちょっと私今自分で言っちゃった、気持ちいいですよねめっちゃなんかめっちゃ自画自賛しとる人みたい。いや、そういう意味じゃないんですよ。そういう意味じゃなくて。でも本当に気持ちいいですよ。されるの、なんか美容室とかでもたまにしてくれるじゃないですか。はい。それも、うん、大好きなんですよね。そう、気持ちいいよなと思って。うん、自分でやっても、こんなにできる自信が全くないです。自分でやっても気持ちくないんですよね。うん、そうですよね。腕が疲れるだけじゃないですか。なんか、うん、ですよね。そうそう。自分でやってもね、効果はしっかりあるんですけど、気持ちいいとかの観点から考えるとちょっと、ね、半減しますよね。そうですね。力加減がちょうどいいです。うん、よかったです。頭を触られると眠たくなっちゃうんですよね。うん、ドッポッとしてきました、ね、そうなんですよ。取り伸ばします。バッチモジダンスです。すごい首が伸びますよね。これ、うん、伸びてます。普段しない動きするから気持ちいいですね。ね、ですよね。うん、これ首伸びるんですよね。スッとするというか。はい、お楽しみ様でした。はい、ありがとうございます。結果はいかに。はい、豊沢さん、お楽しみ様でした、はい。ありがとうございました。はい、ビフォーアフターこんな感じです。どうでしょう。ね、すごいスッキリしましたよね。スッキリしました。このラインと、あとここの頬全体のこのちょっともったり感がちょっとスッキリしたのと、うん、あと目元ですね、うん、目元ももったり疲れ目な感じっていうのもスッキリしました、はい、あとあれですよ、顔全体のくすみ感、うん、そうですね、うん、ハートーンがしっかり上がったので、これはまあ頭皮を緩めるだけで、まあ、血流が良くなって、うんうん、お顔の肌トーンがしっかり上がったっていう形になります。はい、うん、なので本当に針の本数って言ったら本当6本しか打ってないんですよ。うん、ですよね。そう、あとまあ頭皮のマッサージですね。なのでここまでしっかりやることができます、
はい、で普段のその秒針灸のベーシックコースだったら、まあ、あと、まあ、目の方だったり顔全体も打っていくので、これよりさらに効果は出すことができるので、はい、めちゃめちゃ本当に秒針灸おすすめですね、うん、そうですね、うん、なんでちょっと今日はね豊沢さんの頭皮だけしかやってないので、うん、次回また機会があれば全部私がフルコースでちょっとしたいなって思ってます。楽しみにしてます。はい、はい、なのでまた展示に来てくださいね。はい、はいはい、それではこれからも様々な健康情報、美容情報を配信していきますので、評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で、バイバーイ。うん、じゃないです。大丈夫。うん、じゃあ、いいですね。あの、結婚式。神父さん、なんだろう。神父さん。アメリカ、おない。